ですねご覧になってますかね。いや明確には言えないんですけども、共産党がねなんか随分増えて、はい、どの分が減ったかというとやっぱり自民党以外のね、はい、例えば維新とか自衛隊の会、はい、特に自衛隊の会ほとんど壊滅ですねこれも、はい、それでおっしゃったようにね、なんか分布から言うと55年体制っていうかね、はい、まあなんとなく大まかな自由民主主義を勝ちとするね、はい、それ自民党中心のグループ、はい、それには公明党もね、はい、ある意味では民主党の全部とは言いませんけどね、はい、民主党の一部もついてるんでしょう。それに対してその共産党ね、はい、共産党これも面白くて、はい、内政的にはね、はい、結構いいこと言ってるんですよね、はい、グローバリズム反対、はい、まあ、TP、はい、反対も含めてね、しかし外交では相も変わらずね、まあ、多分ねなんでクソ意地が悪いから意地を張ってね、はい、平和憲法守れとせたらね集団自衛権だ、うん、こうしたように反対、はい、うんというふうに、うん、そういうこと言ってるけどね、まあ、そういうことも含めて本当55年体制ですね、なんか、またなんか再生しちゃったみたいなね。でもそれに面白くて、うん、はい、水島さんから言われて、はい、僕の自説の一つもあるんですけども、はい、このね55年体制が再現された、はい、そのことをね奇妙がある不思議でもいけないところがありましてね、はいはい、実は平成に入ってから、はい、もうね何て言うかな構造改革なのですね、平成維新なの、はい、いろんなことを言われてきたけれども実は、はい、あの根本の、ね、その人々の政治思想っていうか、うん、国家観とかね、はい、何か全部含めて言うと結局のところはあの戦後レジームの中に、はい、いたんですよね。そうですよね、はい、細かく言えばね例えば TPP がどうかって議論があるんだけども、はいはい、そういうことを抜きにして何か向かう東西南北、はい、およそどっちへ向かってるかっていう、はい、そういう価値観、はい、あるいは国家規範のね、はい、方向性から言うとね、はい、戦後のね、はい、アメリカ仕込みの、はい、それアメリカンリベあのフリーダム、はい、まあ、自由ですね、はい、アメリカンデモクラシー民主主義、つまりアメリカンな自由民主主義になんとなくくっついていく勢力とね、うんうん、その頃はソ連でしたけどね、はい、そのなんかこうなんていうんでしょうかね、はい、個人主義的な自由主義というものには反対だと、うんうん、どっちかといえば集団主義的な、うん、かつヒューマニズムをそこにね、外部から注入しながら、それでねやっぱり弱者救済運動というね、はい、それで平和を守れ、はい、人権を守れといった旧社会党、はい、あるいは共産党ね、それはねずっとね平成になっても続いてたんですよね。おっしゃる通り、だから戦後レジームはね、戦後レジームは実はこれ安倍首相に言いたいけど、戦後レジームからの脱却というスローガンだけあるけど、戦後レジームというのは実はねアメリカ的なものであって、うん、当たり前ですよ、大戦争に大敗北して、うん、アメリカにまあある意味じゃ条件降伏に近い降伏をしたわけですからね、そうなってきたらアメリカにこう方に進むグループとそれにこう一生懸命チェックを施そうとするグループね、それはね、うん、安倍さん自身がそうなさってるんですから、うんうんうん、戦後レジーム健在になりと。うん、故に55年体制は再現されたどころかずっと続いておりましたと、うん、僕、うん、それが今回の結果みたいな、なるほどね、うん、それとも歴史ってのはそんな感じに持ったような気がするんですね。そうですね、まあ、1955年に社会党が統一社会党になって、はい、それに対抗せねばいけないっていうんで、はい、自由民主党がね、はい、出ていわゆる保守勢力になって、はい、それで結党の精神という形でおっしゃるように、はい、例えば自主憲法制定、はい、ナショナリズムみたいなものを含んでるんですけども、でもね、やっぱ今になってこう振り返ればね、そのナショナリズムの根っていうのはかなり弱かった、つまりジェネレーションの問題として、吉田茂さんは戦中からまあ反軍国主義でね、特別高等警察捕まったり何度もしたような人だけだから、いわゆる戦中なんとかな軍国主義者なんて思わないけれども、そうじゃないの、そうもっと広い意味でのこう戦中派っていうのかな、そして戦後アメリカにね、アメリカに降伏したけれども折りあらばアメリカに、ね、反逆しないまでも距離を置かねばならぬ、これいわばね戦前戦中派のね、いわば日常の生活感覚のようなものでね、そうでしょうね、そういうものに、はい、踏まえて
自主憲法制定という血統精神のナショナリズム、はい、痕跡を残したんだけど、はい、そういうジェネレーションはねどうね見積もってもですよ、おそらく昭和の末ということはね、中曽根そして竹下、竹下昇さんもあれだから、ね、戦争に行っておられるんでしょ、曲がりなりに、まあ、中曽根さんもそうですよね、そういうね戦争をね青年として経験したような人たちが、うん、昭和の時代御代が終わると同時に政治からあれなんで、ね、うん、退いたんですね、実質ね、はい、それで本当に世代交代が、うん、そういえばあの頃ね小沢一郎その他があれですよ、やっぱ世代交代のことを叫んでたよね、うん、それで僕すごく反対してたんです、うんうんうん、ジェネレーションっていうのは変わりますけどね、うん、先のジェネレーションをきっちりと引き継がねばね、新世帯なんてのはろくなことにならないんだ、いやいやそれをね構造改革だのね、改革がやたらと言葉になりましたね時代の、はい、ですからね血統精神になる、なるものを自民党のそういう、うん、なんていうかなあれに中に、うん、字面としてはあるけども昭和とともに終わったんだ、さすればね、はい、平成時代とは何かということを、はい、もう文化論文明論的にこう定義、定義って表現すると、おそらくね戦後的になるものの完成、うんうん、ここで戦後的になるものっていうのは結局おっしゃったように、うん、はい、あのナショナリズムの脱色って言うんですよね、はい、まあ、そうですね、喪失ね、はい、その傾向を戦後的になるものといえばね、うん、平成はね別に戦後からのこう乗り越えたんじゃなくて、うん、むしろ戦後的になるものがパーフェクション完成に至ったんじゃ、僕前からそういうふうに言ってね一生懸命頑張ってたんですけどね、大体そうなってると思う。いやでも本当にねそれるんですよ ね, すねなんか、しかもねそれが戦後的なるの完成が見事に言葉としてもねグローバリズムね、はい、地球主義世界主義でしょ、そうです、ね、ある意味では世界をある普遍的な単純原理で、うん、まあ、まとめ上げることができるという、うん、これもともとあの左翼がね、はい、レフトが作り出したこう観念、うん、そうなんですよね、うん、あのコミンテルン以来、うん、っていうかこれコミトロツキズムに近いですか、トロツキズム世界革命みたいなね、いやもうそれはもうマルクスの時からそう、うんうん、そうですけれどもね、うん、はい、あのでマルクスだってマルクスの属してたのはドイツ社会民主党ですからね、はい、あ そ, うですね、それから、はい、レーニン、ロシア革命のレーニンだってロシア社会民主主義ですよ ね, すね、はい、つまり民主主義がこの次々とね矛盾を乗り越えようとしてですよ、その過激なね、はい、民主主義の極端までいったら実は民主主義を自己否定する形での、うん、いわばこうなんて全体主義が生まれた、はい、それが社会主義って言われてるけど、だから社会主義対民主主義なんていうのはね、うん、もう本当にね、あ、よっぽど頭の悪い連中の考え方で民主主義なるものをでしょ、信じ込むと素晴らしいものだと思うとどんどん極端になって、うん、その極端系の一つがね、うん、逆転して全体主義に至ると考えたら、実はね20世紀、あ、19世紀が準備したんですが、マルクス以来ね、やっぱ19世紀ってのはまさにねベースを、うん、冷戦の 両陣営を含めて、うん、根源的には民主主義礼賛の世界なんですね、うん、政治で言えばね、うん、まあ、そうですよね、なんだかんだ言っても相対的だって言いながらね、あのこれしかないっていうね、だからそういう意味でちょっともう一度言うとね、うん、そういう意味で僕は別にレッテル配慮したいんじゃないんですけども、はい、アメリカっていう国は、うん、そういう意味で政治思想のレベルで言うと左翼国家だったんだってね、はい、それは政治の問題で言うとね、やっぱりなんていうかデモクラシーのあるものを史上最高究極の価値としてね世界に押し付ける、うん、それでお前はデモクラシーじゃないからって言ってアラブをやっつけスラブをやっつけ、うん、 そうでしたね、その前にねジャップをやっつけですね、やっつけましたね、そういう意味でね、うん、これは完全にその左翼国家なんだと、うん、そうしましたらね、冷戦構造っていうのは左翼の、うん、言ってみれば内輪もめ内下馬と考えるべきだしね、うん、そうか、諸馬を お互いに分け合っただけという、そう考えるとね思想的に罪深いのはね、うん、日本共産党とか日本社会党じゃなくて、うん、彼らはあれなんですから最初から俺たち左翼だっつって次々と間違ってただけだけども、実はあの吉田茂さんなんかも岸信介さんも含めてですけどね、戦中は自分たちは反左翼だと、左翼に委ねると国家が滅びるという意味で、そういう意味では健全なナショナリズムなんだけど、彼らがねすがったのが違うかな、かざしたのがね実は民主主義だということによって、結局のところですね、自分たち自身もねアメリカがそうであるように、うん、結局は左翼になって、うん、そういう左翼的な精神の僕のやつはバイキンね、うんうん、これが日本列島にね70年間こう、うんうん、
なるほどね。降り積もったんだと。それで僕は満島さんに言いたい、はい、もうダメですと、はい、新年早々と言っちゃなんだけど、いやいや、でも西部進がいるじゃないですか。いやいや、俺はこんな状態で、ね、だから、いや、私はそれ発想を持ってんじゃないかっていう、ね、それおっしゃる通りなんだ、それね、まあ、急にね、あなたは難しい問題出されたんだけれども、やっぱキリスト教でしょ、ヨーロッパもアメリカもね、はい、そうするとね、まあ、それ千年王国というかなんというかですね、うん、やっぱ永遠に完成されたキリスト教のゴッドの精神で、いわばね、うん、なんていうか染め上げられたね、はい、そういうパラダイスというのがあって、はい、それへ向けてね、歴史というものは、はい、あのリニア線形で一直線に向かって進んでるんだ、進歩するんだ、あれはすべきなんだというのがヨーロッパの近代思想なんですね。ですからそれはね、時間があるようですけどね、千年後にはパラダイスが生まれる、時間があるようだけど、その時間があまりにもね、単線的であり、まあ、一直線ですから、ほとんどなきに等しくて、そうなると水井さんおっしゃったように、何か空間意識ね、時間意識がなくなってですね、空間的に普遍的に正しい、この場合で言えばアメリカ的なるものを、アラブにもアフリカにもっていった人たちの、そういう空間的な理念の空間的な普及、それがグローバリズムだね。もう一つ言うと、実はこれも実はヨーロッパ自身がね、そういうキリスト教的なものは19世紀以来からニーチェが言ったように揺らぎ始めた時以来、やっぱり時間というものがね、本当は出ててね、それで未来というものは実は過去と同じじゃないんだと、簡単に言うと不確実なんだ、もっと言うと確率的な予測すらできないという意味で非常にデンジャラスなね、あるいはクリティカルってクライシスに満ちた、そういうってことは、内面で言うと人間で言えば不安に満ちた、恐怖に満ちたね、そういうね、それを表そうとしたのは1920、30年代実存主義ですよね。そういうことも含めてね、やっぱ非常にこう未来というものに対する危機意識がもう本当はヨーロッパで出たはずなんですね。それをね、やっぱり20世紀後半っていうのはアメリカだけ取り上げれば、アメリカ的なもアメリカ、パクスアメリカーナでもって、そういうね、アメリカニズムに従ってれば、そういうね、未来の不確実性から、あるいは自分の不安からが、要するになんて脱却できるというね、そういうね、途方もない、ね、一時幻想を持ったんですよね、子供っぽい一種のあれでしょうかね、オプティミズム、楽観論ね、それは進歩主義に、また左翼進歩主義に対してアメリカ的左翼の進歩主義がこう塗り固められて、それに日本人がもう右も左もといった調子で雪崩を打って入り込んでいってしまったというね、まあ、そういうことでおっしゃるように、実はね、時間というね、今こそまさにね、あれですよ、津波も来たし、原発も破裂したしね、TPO も TPP もどうなるかわからない、ロシアもアラブもといった時にこそね、本当は20世紀前半にヨーロッパ人が苛まれた、そういう不安の意識、不確実性の意識、そういうものをね、そういうものをもうちょっとね、国家論とか制度論にこの裏打ちさせる形で、思想家が頑張んなきゃいけない時に、思想家が僕にはさ、みんな新年早々言葉汚いがノータリンになっちゃってですね、アメリカ人ですら驚くような、そういう普遍意思の空間的な平凡なる、なんていうかな、一種の普遍的なね、普遍的な理念でグローブ地球が塗り固めうるんだというね、そういうあれに のめり込んでるんですね。そうですよね、おっしゃるように。だからでもじゃあどうするんだって時が今ね、その発想ないっていうね、みんなつながってると思うんですけど、もうちょっと古臭い話に全くなっちゃったけど、例えば民主党が8割の支持を得てた時にね、猫も杓子もマニフェストって言ってた、あれね、もう話はくどいけど、マニフェストって何と聞いたら、政策の数値も期限も段取りも選挙民に選んで決めてもらうんだと、これもある意味ではね、未来というですよ、本当はね、それが計画主義で失敗したってことは、未来は計画的にはね、従前には取り組めないと、国家はね、そう簡単に人為的、人工的に設計できないものだってことを、目の前にソ連邦の崩壊って見てるのに見てるにもかかわらず、日本人がね、マニフェストって言って、ついこの間ですからね、これは未来という時間をね、自分勝手に設計できる、
まあね、僕あの時から一体お前さん方学者だろうが評論家だろうが政治家だろうが官僚だろうがね、自分が経験したこともない未来をですよ、数値も期限も段取りも決めてね、設計するというね、恐るべきそういう意味では左翼主義、社会主義と思想的には同じね、そういうものが実はアメリカ仕込みで日本に入ってきたというね、ですよね、なんというやつらなんだ。それで左翼の崩壊とかですよ、言ってるわけですよ、自分たちも崩壊してるってね、お前たちが崩壊の証拠としてお前たち言ってることはね、もうあれだ、左翼だぜってね、というふうに思うんですけどね。だから本当に先生おっしゃるね、分野も、僕ね、なんかこう思うんですよ、最後ダメだって言ったけどね、でも本当はね、妙な言い方ですけども、やっぱり結局はね、ダメなんだから、いつかですよ、本当にね、はい、まあ、誰かさんのことはだけどもね、バカがバカの壁にぶつかって、死なないまでも脳震盪を起こしてね、いわゆるマジョリティ、このような多数派、はい、それがね、ついついと壁にぶつかって脳震盪ね、転倒すると、はい、そこで ふっとね、多くの人が呆然自失、呆然唖然として沈黙するね、つまりさ、世論世論になるまで俺たちはこう感じる思うとかね、そういう叫び声が急に途絶えて時がね、おそらくもうもうじきね、ごめんなさい、5年後か50年後かしら、おそらく21世紀のね前半にはね、そういう状況が来た時に、この世のねマイノリティが少数、もう少数派だからいいってわけじゃないんだけども、物事を根本から表面まで、右端から左端までね、何か物事をこう深く広く考えてきたごく少数の人たちがね、意見を問われる時、教えてくださいって言った時にね、僕はもうじき死ぬから僕の責任じゃないんだけど、水島さんあたりが、いや教えてくださいって皆さんおっしゃるから、じゃあね、はい、完成品じゃないけどもお教えしますと、こう考えたらよろしいんじゃないんですかっていうふうにね、問われる時が来るんです。その時をね、もしも待ってるとね、実に面白いね世紀がやってきたとも言えるんですよ、ね、いやでもそれは本当に姿がとてもね、英語使って卑怯な、卑怯未練な、いい日本語がないから使うだけなんだけど、二つの英語が昔好きで、一つは同じことなんだけど、一つはインテグリティってね、これは結論言うと、インテグリティっていうのは総合性、物事を総合的に捉えるからね、そう簡単に一部分かるけど、まあ大きく変わらないでしょ、そうするとね、自分の表現に一貫性が出てくるんですね、そしてね、物事を総合的にかつ時間的に一貫して、あまり大きくは変わらないっていう人間の姿を見た時に、人々は あいつは誠実なやつだなと、誠実性、インテグリティというのは地引き引いてもね、あれなんで包括性、あ、まあ、総合性か、で一貫性、誠実性っていうね、これがね、やっぱり少数派の中にいるはずなんですよね。で、同じ言葉なんです。もう一つはね、コンプリヘンションって言うんですよ。普通ね、理解することをアンダースタンディングって言うんだけど、まあ、それでもいいんですけど、コンプリヘンションの場合はね、コムっていうのは、なんていうかな、やっぱり一生にだから、やっぱり総合的っていう意味あるんですね。それからプリっていうのはあらかじめなんですよ。で、ヘンションっていうのは、ホールド、掴むって意味なんですね。あ、そっちの場合ですか。つまりね、物事をね、21世紀どうなるかな、はい、日本列島どうなるかなってことをね、なんとなく総合的に、はい、そしてこれまでの歴史の経験を踏まえて、あらかじめね、多分こんなはずだと、というふうにこう大掴みにホールドすることね、そういうことがね、はい、本当はね、これ政治家を責めてもしょうがないんだって、本当はそれが知識人の仕事のはずなんですね、どうですね、知識人が学者からジャーナリストに至るまでそこそこそういうことやってればね、それはね、政治家でも役人でもある程度方向づけて、はい、彼らもインテグリティとね、もしくどいですが、はい、総合的で一貫的で少々誠実な、はい、くどいですがコンプリヘンシブな、つまりその、なんていうかな、総合的なね、はい、そういうふうなことが政治家とか政治を支える世論というものにも少しは染み渡るんですね、ですからね、こう考えてくると本当にね、あれなんですよ、処刑されるべきは、もっと言うと勲章功受、生き命にされ本を焼かれるべきは、実はあれなんですね、知識人たちなんですね、彼らのね、全てとは言いませんよ、多くがね、
政治家は一応責任取りますでしょ、うん、取らされちゃうけどね、例えば落選するとかね、はいはい、あるいは小さなスキャンダルをね、はい、大きく膨らまされて火だるまになるとか、知識人だけはこの間20年戦後70年間か、はい、いくら間違ったことを言ってもね、知らぬ顔の半兵衛、帰りの面にしょんべんでもってね、面積どころかですよ、それで名誉なんとかの、なんとか勲章だのね、なんとかそのもらってですよ、それは別に僕はね、あの羨んでるわけじゃないですけどね、冗談で言うんだけど、やっぱりね、秦の始皇帝は偉かったなと。焚書工事、焚書っていうのはやつらの書物を焼け、工事の工っていうのは生き埋めですよね、ああいうね、エセの儒者、この前知識人って言うんですけど、エセの知識人は生き埋めにせよっていうね、そういうことをね、あんまり言うと角が立つんでね、にこやかに言うというのはいかがなもんかな。私も大好きですね、それ全然責任取ってないですよ。そうでしょ、僕ねちょっとね、これ本当びっくりするしますよね。そうそうね、自己弁護自己来賛する気はないんだけど、まあ神経痛に免じて許してもらえば、僕がガキの頃、二十歳の頃ですよ、はい、んでも、ね、やば極左派をやってですよ、はい、それでね、本当は刑務所に行くつもりだったんだけど、ね、勝手に裁判官その他がね、勝手に温情判決で、まあ、執行猶予、3つの裁判執行猶予付きですけど、僕ね、まあ、たまたまだとも言えるけども、はい、世間に向かってある種政治的なことに絡んだ発言をし始めるのにね、はい、その二十歳の頃から感情すると20年後でしたよ、はい、僕ね別に責任取ってそうしたわけでもないんだけど、うん、僕言いたいのは、大きな人間間違いを犯したらね、まほっとくと次もまた間違うんですから、また、だとしたら自分は英語で言う必要ないんだけど、フォリブルって言葉があるんですが、これは間違いを犯しやすいって意味なんですね、人間ごときは間違いを犯しやすい存在なんだから、だから間違ったからって言って咎め立ちはしないけどね、次々とですよ、間違いの尻拭いもせずにですね、間違い続ける、それはね、本当にの社会に迷惑なのみならず、お前さん方の人生がね、往生際が悪くなるから、自分が間違えるんだから、できるだけ間違いを少なくしてとなるとね、神仏を持ち出さないなとしたら、結局は歴史を持ち出すしかないんですよね。そこで人はね、歴史だな、なるほどと、こういうことを参考にすれば間違いが少なくて済むかという意味において、コンサバティブ、保守派になるはずなんですね。ところがこの間、戦後知識人を先頭にしてね、ああすべきだ、これが正しいって、そうそうそう、1週間も持たないのような建設が、ずっとそれが戦後続いてるっていうのは、そのよくあの先生、先生じゃなくて、まあ言葉で、愚者は経験に学びですか、賢者は歴史に学ぶっていうけど、本当にその通りのことがね、あれこれだけのことやっても、この経験でこれがちょっとダメだ、次、もう本当に情けないくらいね、この原則が本当歴史に学ばないっていうね、しかもね、歴史学ぶっていえばね、じゃああれだか、あと織田信長の歴史を調べればいいのかとかね、そういう話になるけど、違うんですよ、歴史学ぶってことはね、歴史っていうのは実は今自分の生活圏をね、つぶさに丹念に眺め返したら、これね、例えばね、人間の男女関係とか友人関係とか職業上の仕事とかなんかにもね、表面上はね、ユニバーサル普遍的にグローバル世界的に見えるかもしれないけれども、実はつぶさに眺めればそこにね、日本人ならば逃れがたい日本語をはじめとするナショナルなもの、それが男女関係に、親子関係にすら及んでね、そういう歴史的なものによって自分はそのなんていうか、つながれてるんだ、支えられてるんだってことがね、実はね、あれこれね、歴史文章を読めば分かるんじゃなくて、そうですよね、己ら自身をしっかりと振り返れば見えてくるんですよね、そこでだから人生論というのと歴史論というのは実は表裏一体なんですよね、まあ、そうですよね、だから、それで僕が言いたいのは、人生、お前らどんな人生やってるんだってやつがね、大量に携帯電話を持ちながら巷をうろつきですよ、はい、あちらこちらのマーケットで 胸張って威張ってるわけですよまだ時間があるかどうかね、まだもうちょっとありますから大丈夫です、こんなこと言って三島さん怒るだろうけど、去年からね、異様なことに気づいて、
最近の若者の男たちの声がね、はい、男の声ですね、はい、変質しつつあって、僕うまく真似できないんですけどね、僕は一応ニャオニャオ声って言うんですけど、ニャオニャオって感じのね、あ、猫の声がニャオニャオですね。この中でね、こう外にしっかりと発話されずに、はい、水島さん お茶欲しいとか、こんな感じのね、お茶欲しいとかでね、それはね、男性の声が目立ってきた。もうその原因をいろいろ考えたんですよ、はい、そのうちにこちらのテレビ局も、はい、お親しい、はい、倉井貴子さんから電話来たんで、はい、そのこと言ってたら、彼女の説は、はい、ジミさん、ヨーロッパではね、それはアメリカの遺伝子組み換え大豆の僕もそれはちょっとね、倉井さんごめんなさいよ、倉井さんこれこの番組見てるからね、いや僕ね、それは本当かどうかわからない、はい、他にいろんな原因考えられますよね、はい、母親に甘えすぎてね、女の声が、はい、うん、男たちにね、いつの間にかこうなっちゃって、ニャオニャオ声になっちゃう、もう一つ言うとね、男だけじゃないの、ついせんだって、僕は女房を亡くしてね、はい、娘と二人で、はい、晩飯でも食おうかと、うん、世田谷のある町を歩いてたら、うん、今ね、寒いシーズンでしょ、はい、若い女の子が10月だし、うん、かなり大きな声で、はい、まあ、8時か9時頃、あ、じゃあ6時か7時頃だ、はい、おしっこしたくなった、寒いからね、路上でですか、路上で、ああ、はい、そしたらもう一人の連れの女、私もおしっこしたやっぱり寒いからいい、それはね僕言ってるのは礼儀作法のこと言ってんじゃなくてね、そんな十九二十歳の女の子がね、酒酔ってるわけでもない、しらくの子たち、しらくですよ、はい、公然と路上でね、おしっこしたい寒いからって言って言ってるようなね、男は男でニャオニャオになるし、女は女でね、公然とおしっこ話に路上で、いや、そこまで来るとね、僕はやっぱりその話戻しますからね、うん、この世の多数派に言いたい、あなた方グローバリスト、あなた方改革主義者、あなた方左翼主義者、あなた方アメリカニスト、結局それがね、点々と続くとね、とうとうこんな風にしてね、ニャオニャオ声とかおしっこ話にまで人間の作曲あると、インテグリティが崩れね、コンプリヘンションがこう危うくなるという、そういうことの表れなんだってことも、そろそろ議論しないとね、もったいぶってね、あの政策はとか消費税率が8から10、そんなね、まことしやかな話で済まないところまでね、ただこれ日本だけじゃないんでしょうね、全世界的にかもわかんないですよね、あの人間がものすごく薄っぺらになるね、そう、本当に記号なんですね、なんか今日新年早々あんまり面白い話じゃないんですが、いや、でも面白いですよ、55年前に、はいはい、極左左翼会議側に言っていたことあるって言ったけど、あの時かけね、僕嫌いだったのは、はい、今の話つなげて言うとね、あ、団塊の世代になって一つ違うんですけど、左翼のいわゆる学生運動の投資たちが、はい、日本帝国主義わーって言うんですよね、断固としてとかね、つまり女子ですよね、わーとかね、そこがそうです、例えば日本帝国主義わーって言った時にですよ、そんなに十九二十歳のガキがですよ、僕もかつての僕も含めて、僕はね嫌いだったんだけど、まあ、ともかく日本帝国主義が何であるかなどをですよ、お勉強してるはずもない、経験もしてるはずもないね、単にね、単に東大かなんか入ってきただけの、それがですよ、おっしゃるように記号なんですね、日本帝国主義と言ってみせる、けどね、自分は何も知らないから強調するところは輪になるんですよ、日本帝国主義うわーっていうね、あ、もうそれは60年代どっからそう、60年代それがね、だんだんそうなるんで、僕が70年代もっとそれはっきりしてました、極端になりましたよ、そうでしょ、はい、僕はそれはその時ね、自分の鼓膜が嫌いでした、ああいう喋り方だから、僕は左翼が離れるのが早かった理由はいくつもあるんですが、そのうちの10分の1か20分の1はね、音感とかこの彼らの声が僕のなんて鼓膜にね、嫌な響きをするという、ですから先ほど言ったニャオニャオ声も僕にとってはね、とうとうここまで来てしまったかっていうね、いや、あの、そうだとほとんどいや、僕の作品は別に、本当に僕の作品でインテグリティとかコンプリヘンションって言ったのはね、やっぱ何もね、総合的に一貫して捉えることは必要ですよって言ってるんじゃなくて、己自身がね、
何か自分の書いた原稿とね、はい、自分が例えば路上を歩く時のね、はい、姿、それは完璧に一致はしませんけどね、全部つながってるはずでね、はい、そうすると路上でね、おしっこしたいとかさ言うほど人間はその人が消費税に賛成しよう反対しようが実は何も考えずにね、押し流されるようにして賛成したり反対したりしてるんだと、同じようにしてニャオンニャオンと言ってる青年たちもですね、結局そういうことをね、広場とか酒場でニャオニャオ声で喋ってる青年たちは実は政治について、文化についてもね、全てニャオンニャオンと言ってるだけなんだと、そういうものはね、世論と呼ばれているもので、それがね民主主義だと言われている。おそらくね、アメリカだってもっとそうなってますよ。話を真っ当に戻すと、あんまり時間もないんでしょうけどね、これはこのあれですよ、最近ね、いろんなことで魅力ある発言をなさっている馬淵武蔵さんと、僕ね、元ウクライナ大使ですね、意見が一致したんですけど、そのうちの一つはね、はい、アメリカアメリカという僕も言った、でもね、はい、アメリカっていうのは何なのと考えた時にですね、日本人もそうですから、人ごとじゃ、よそごとじゃないんだけど、アメリカ人の多くもね、おそらくはね、ニャオニャオ声とかね、おしっこ話、そういえばアメリカ語はよくマッシットなのね、まだファッカーなのさ、ファッカーファッカーなのと、とんでもないことがもう政治家まで言ってますけどね、まあそのことは別にして、そういうで本当アメリカってのはどうして動いてるのったらね、本当に一握りの、おそらくはお金ね、はい、お金を持っている人間たちが、おそらくはマスメディア、はい、そうでしょう、お前こんだけやるから、うん、こんな調子で、うん、例えばロシアのプーチンでも滅ぼすセルをね、うん、作り上げるって、はい、はいはいってのもんでね、はい、何十億儲かるの、何百億儲かるのってのは調子で動いてる、はい、それで一般民主主義は民主主義万歳と言いながら、実際にはニャオンとかね、うん、シッととかって言いながらですよ、それは日本であり、それって、はい、アメリカであり、はい、で世界もグローバルにね、そうなりつつあると考えたら、うん、はい、なんか口が腐ってもね、はい、グローバリズムなどだって言いたくないっていうね、うん、そういうことがおそらく大丈夫ですよ。僕は先ほどもうダメだって言ったから全員ひるがえして悪いけど、おそらくね、今年あたりからね、そうだね、ここまで我々は来てしまうのという、うん、なんていうかな、介護のね、うん、反省の念がね、おのずと気配が少しこう、うん、いや、そんな気がしますね、うん、だから本当にあの、それまずいなっていうのは今感じましたね、なんかね、最後ね、僕ゲストとして水島雷さんを付け加えさせてもらうと、僕が水島さんたちを尊敬申し上げているのは、簡単に言うとね、負けを覚悟で戦っておられるついでに言うとね、負けるが勝ちというね、歴史のね、歴史の長期的な真実も盗撮されながらってね、なんかそういう人たちがね、まあ、あとね、若干増えればどうにか面白い世の中に、でもそれ先生、まあ、返すよと私はいろいろ教えてもらってることはそうですよ、というかね、僕は楽観論もあって、まあ、水島さんのような方がですよ、まだ生きておられるということ、さっき私はまだ西部進がいるじゃないかって例えば大きいか小さいかまだ分かんないけどね、テレビ局を持っておられるということ発言の場を持ってる、それ自体があれなんですね、だから自分たちが何とかしてること自体が、未来に可能性があることをね、否定できないという最大の論拠、あの証拠だぐらいに思ってると、少しは楽しくなるんですね。ありがとうございます、本当に、ということ